電鉄黒部駅は、富山県黒部市三日市にある、富山地方鉄道本線の駅である。駅番号は T27。富山地方鉄道における、黒部市の玄関口で、同市の中心にも近いため利用者が多く、富山地方鉄道本線運行場のようとなっている。なお、愛の風富山鉄道黒部駅は1キロメートルほど離れた別の駅となっており、黒部市内において、 両線相互の乗り継ぎは取り扱われていない。私鉄社員の OB が配置された業務委託駅であり、終日駅員が配置されている地上駅。ホームと線路が交互に並んでいる変則的な配列の3面3線の構造で、うち線は両側にホームがあるものの、一番奥のホームは現在使われていない。この駅で折り返す列車が多数設定されていることから、 留置線を持っていて、夜間大白が設定されている。この電鉄黒部駅では、電車の利号は、右側通行になっている。駅舎は1951年6月25日、竣工河原武器2階建てで、旧黒部鉄道の駅としては、うなずき温泉駅と並ぶ規模である。また、自動券売機及び IC カード専用改札機も、設置してある。 電鉄石田駅寄りの本線には、複線分の河川柱の下に、かつての黒部市線の路盤跡が本線と一部、並行する形で残存する。開業当時の駅周囲はすべて田畑であった。辺りは、黒部市役所、市民病院にも近く、黒部市の中心地である。駅の南側には、病院や商店、銀行などが揃っている。駅前の通りを東に進むと、黒部市役所に着く。 富山地方鉄道本線はこの電鉄黒部駅と次の電鉄石田駅の間で愛の風富山鉄道線をまたぎ立体交差するがそのすぐ南側に同線の黒部駅がある。当駅からはおよそ 1km ほどの道のりである。統計黒部によると2019年度の1日平均乗降人員は744人であった。各年度の1日平均乗降人員は 以下の通りである。ありがとうございます。